はい、はい、じゃあ次のことに行きますねちょっともう時間どんどんしてきましたから、えー、岸田総理は茂木幹事長を切りたいクエスチョン、えー、最近の茂木さんを心よく思っていないのこれもこれデイリー新潮の記事です政治部デスクはあ解説する茂木さんは10月下旬に出演したテレビ番組で古代ローマの政治体制を引き合いに三党政治という人もあるようだと 得意げに語りました伝聞帳でははありまししたたがが本人が自負していいいるのは間違いないただ、岸田総理は最近の茂木さんを快く思ってないようですね。えー、政策通なのは誰,誰もが認めるところですが、肝心な場面での判断ミスも目につく、最たる例が議員と旧統一教会との接点に関する党内、えー、調査、自を申告制にしたことで漏れが相次ぎ、世論がほとんど 評価しなかったと、まあ、最後の統一協会の部分はどうでもいいんですが山下さんどうなんですか岸田さんが本当に茂木さんを切りたいとかそういうふうに思ってらっしゃるっていうのはそんな話があるんですかこ,れはあのこういう時にはそのまず岸田さんが茂木さんをどう思ってますかっていう基本的なね、はい、あ,のあの人とこの人の相性はどうですかという意味合いのことと、はい、この局面で幹事長を 茂木さんを幹事長職から、放築しようと思ってるかってことは別の議論だっていうことですよね、ですよね当たり前ですけども、はいそ,はい、それで、えー、茂木さんっていう人は、例えば同期からその上からは評判いいんですよ、あの事務所理能力高いし、はい、言うことを聞くし、えー、だから、幹事長としてどうですかって言ったときには、えー、じゃあ代わり誰にするんですかって言ったら、なかなかいないぐらい。それから 岸田さんにとっては、なぜ岸田政権が支持率がもう3割を切ろうかというね、青木率で言っても、もうピンチになっているのに、岸田卸が、はい、の嵐が吹き荒れないかと言ったら、岸田さんを守っているのは、派閥の領収なんですね、今。それ以外の人は誰も守ってないと言っても、はい、うん、でただ、選挙が近くないから、支持率が低い総理でも、今のところ、まあ、 陣川さんの,その中堅、若手は別に実害があまりないから選挙ないから、うんうん、とりあえず様子見ですよね今はい、はい、で今、岸田さんが安泰というかな卸の嵐が吹かない理由はこれははっきり言って麻生さんと茂木さんが支えているからです、うん、そうですよねはい、その通りです簡単なことそしたら今茂木さんを切ったら茂木さんはだって鈴鹿さんとくっついて当格にいっちゃうから。 そそそうですよねんなことありえないんですよ。ありえないという意味でね。最近はね、本当に週刊誌の政局記事がね、面白ければいいっていうね、もうゲームのゴシップ以下になっちゃってるんですよね。もうね、論理が通んないから。すみません、愚問でした。いや、でもね、読んでいながら、ああ、つまらんものを読んでしまったなと思います。 で、これ積極の話をするっていうのは僕はいいと思うんですね。の、うん、我々からしたら、ああと思うやつでも普通の人はそうかって思っちゃう時あるから。はい,はい。はい。 だからこういうのはね、あの僕はね、あの週刊新潮さんはいろいろ訴訟とかしてるけど、政治の記事はいい記事もあるんです、それはね、ねあのね、あのまあはっきり言って週,週刊現代とか大衆とかポストとかに比べると、うん、ちゃんと取材をした記事が載ることが、文春と新多いんですねだからこそね、新潮がこういうひどい記事書いたときには、きちんと批判してあげるのがいいことです。はいはい さあそこで今度は、ね、河野太郎さんです。えー、河野担当省旧統一教会問題で再び脚光、ポスト岸田への浮上,浮上が焦点。これ、産経の記事です。1日に閣議決定された世界、えーあまあ、いや旧統一教会問題をめぐる被害者救済に向けた新法を所管する河野太郎担当省が再び脚光を浴びつつある、昨年の自民党総裁選にも敗れ、 政治生命の危機とも言われたが、今年8月に再入閣すると、旧統一教会問題にいち早く取り組み、存在感を高めた国会でも、救済新法に関し、岸田首相に代わって答弁に立つなど、積極姿勢を示す、党内には主張の強い、えー、河野氏を敬遠する向きもあるが、ポスト岸田候補に浮上できるかが今後の焦点と、っと、3件書いてます。で まあ河野さんというのは、確かに知名度で言えば、ですねいいとか悪いとかはちょっと別として、知名度が言えば、確かに他の候補に比べれば非常に高いというのは事実なんでしょうけど、しかし、これはもう、お亡くなりになった安倍さんもかつておっしゃってたように、河野だけには絶対それにしちゃいけないという思ってらっしゃる方も、かなり自民党の中にはいると思うんですよ。だかからどどのタイミングででうういう形で岸田さんがお辞めにになるかにも もちろん関係してくるんですけど、河野さんが再び浮上うんぬんかんぬんって、これはそういう言い方してもいいでしょうかどう、どういうふうに見てますか、これはあのポスト岸田に浮上って言ったときのポスト岸田の定義をきちんとしないと、例えばじゃあ、野田聖子はポスト岸田の候補ですかって言われたら、うん、イエスでもあり、ノーでもありますよねじゃあ、河野太郎は前回、総裁選に出てますから、これ、はい、はまあ、 ポスト岸田の候補じゃないっていうのは、結構、それは難しいですよね、それはそね出る意欲があって、20人ぐらいの推薦には集まるんだから、ただ、前回と比較したときに、河野太郎さんが岸田政権が倒れたときの総裁選に勝つというシナリオはほとんど書けない。なぜかというと、今、僕はずっと長くね中田町を取材しているから、うん、麻生さんと菅さんっていうのは、 生まれ育ちも哲学も政治家としての考え方も国家図も全く違うんです、この二人は。そして、この菅さんは前回の総裁選で河野太郎を押したんです。うん、だけど、この河野太郎っていうのは、麻生派の一員なんですねだから、菅さんが今回も河野太郎を押すかどうかというのが一つのハードルなんだけど、うんうん、菅さんが河野太郎を押したら、麻生さんは押さないんです。 そうですよね麻生さんは茂木でいきますよ、はい、ほぼ間違いなく。はい、だから河野太郎が次の総裁選で総裁になる可能性ってのは、ほとんどゼロなんですね。で、じゃあなんでこういう記事が出るのって言ったら、内幕を説明すれば、うん、加藤さんとか私のように政治記者をやっていたら。うんうん 政治家の担当をしますね、だから、河野番というのが産経新聞にもいるんですよ。うん、なるほど。それは高市番もいる、茂木番もいる、はい、茂木さんの場合は、いや幹事長番がつく、他に、形成会番もつくわけですね。うん、そのたまには、茂木さんの原稿を出さなきゃいけないんですよ、うん、なるほど。うん、この記事は、産経が書いたということは、産経の河野番が最近の河野太郎について書いた記事なんですね。じゃあ書くときどううししましょっって言ったら ポストっていいう単語を入れざるを得ないわけですところがね、こういう記事を見て、一部の文言世論家とかは、うん、ほら、岸田さんを倒したら河野太郎になっちゃうじゃないかという、<laughs> はいね、そういう国民を愚弄した議論をやめなさいよと、うん、河野太郎がなるシナリオを今、かける人いませんから、そそれはそうですよね冷静に考えればね、うん、それから現政権をきちっと批判しなければ、うん、岸田さんなんかもしこういうね、備中だ 批判しなかったら、もっと行っちゃうんだから、きちんと批判していく、そしたら岸田さんが治るか、うん、岸田さんが倒れたら、道に走ったら、総理、総裁、維持できないんだと反省するでしょ、それは、茂木、うん、さんとか誰なんだか別にしてね、政権、はい、を批判したら次、誰になっちゃうという議論は、あまりにも陳腐でバカらしいからやめたほうがいいです。うんうんうん 残りの時間でね、いや、僕もいいとか悪いとか関係なく、本命はまあもう木さんでしょうというのは、僕もずっとそう思ってるんですけど、それじゃあですね、これに本命にも対抗にも、穴馬としても入ってない、高市早苗さんと、それから萩生田さんのこの2人ね、もともと安倍さんが推してた人、せめてそのどちらかでも、 お俺がつって名乗り上げて、えー、総裁選あるいはポスト岸田あ争いに参画するかというと、まあ、若干、萩生田さん最近ちょっと動き始めてるとは言いながらとてもじゃないけどまだ主流、本流にはなりえてないんですけどこの,この2人についてはどう見ますかえっと、ね、萩生田さんは、ね、非常に着実にやってるんですよメディアが書かないだけで。これは彼は彼、まあ、安倍さんの政策だけど <laughs> ここ5年でね、一番、こう、一皮も二皮も向けた、政治家として厚みが出たよねって言ってたのが、萩生田さんですから、これは、えー、税調会長としてね、うん、岸田政権を支える立場にありながら、はい、例えば防衛力増強は2年間は国債でいいじゃないかと言ってみる、はい、これ、なかなか勇気がある発言ですよね。彼の発信っていうのは、基本的に岸田さんに足らざるところ、うん、きちんと国を守るためには、今、緊急避難的に国債でいいじゃないか。 うん、岸田さんは増税でやりますって言ってる、はい、政権の中にならこれだけはっきりものを言うっていうのは、これ、簡単なことではないんですね、更迭、うん、されちゃうから、普通で考える、はい、だらそういう意味では、えー、萩生田さんは、ね、非常になんていうかな、うまいところを言ってると、僕は思いますよ、はいはい、ただ、一つは、あその政和会を塊として維持していくっていうのは難しい、そ,うねうん、それからもっと言うと、高市さんはそもそも派閥がないはい。 うん、でもね、前回の去年の総裁選で、高橋さんって素晴らしいじゃないかと言って、高橋さんを支える超党派のグループはいるんですよ、しっかり。はいうん、だから総裁選に出るための20人は僕、揃うと思いますよ。はいはい、ただ、総裁選、勝てますかって言ったら、勝てますかっていったら、うん、ただ、そこから先はね、僕はその高橋さんがこれからあ党内でしっかりとした仲間を作って、そして派閥も巻き込んでいくっていう形でね、うんうん、僕はその彼女の。 がこれれから問われる安倍さんな今ね,なるほどね僕は期待してますけどね、うん、前回だと188票取ってんだから。うんうんうん、そ,そこですよね、うん、萩生田さんはですね、だからそういうふうに、まあ、書く、書かないとは関係なく、いろんな動き、今度は台湾にも行かれるわけですよね、これは非常にいいことでもともと安倍さんが行く予定だった。 とところを、まあ、自分もじゃあ行こう,という三役が行くのは十何年ぶりとか言われてますけどもただ今あの山口さん触れたようにじゃあ安倍派の中でですよ萩生田さんをじゃあ俺たちが活動じゃないか、まあ、派閥全体は無理としてもせめて例えば半分ぐらいをなんとかそういうふうな気にさせないと。 実際の総裁に、総理総裁にっていうのは難しいと思うわけなんですけど。どうなんですか、花井を見て、そういう動きが。多少なりとも、予兆というのか。えっとね、え。うん。萩野さんの場合は、上と下がいるんですよね。上は、はい、例えば、あの派閥で言えば松野博一官房長官とかね、塩野や龍とか。うんはい、あと、江藤誠一郎とか、まあ、そういう人は得てして。 まあ安倍さんに近くなかった人た人ちがいますねそれからまあ同じぐらいの力量で言えば世耕さんとか、うん、あるいはちょっと若いけど西村康稔さんとかね今閣僚経産大臣の後輩ですよねそういう意味で言うとね、えー、自分の同期から下ぐらいは半分以上。 あの萩生田さんが求合する、まとめる力は僕、あると思います、問題はね、あの安倍さんに牙をむいてた人、清志郎とか、岸、はい、田さんに近いグループ、うんはい、これはね、まあ、4割から45%ぐらいの清和会、では100人いる清和会の中の40人ぐらいは、何がどう転んでも萩生田ではまとまれないんです、ね。うんまと だから、もう、そもそも清和会が一つの塊だと思うのは、もうやめてう、ね。うん、そうですね。もちろん、できれば、六割、六十二。固めた上で、超党派で、外に行く。その時に、僕、は高市さんと組めばいいと思うんです。そう、いく、まあ、いや、僕も結論、そこ、そこだと思うんですよ。だから。うん、萩生田が先か、高市か、先か、別にして、この二人が組めば。はい 相当な党員票取れますから。はい、しかも反岸田票も取れるから、うんうん、そこに菅さんを巻き込んでいけば、僕はこの2人には勝機あると思いますよ。うん、なるほどね、はい。はい、時間がもう過ぎましたの、ね、で、一旦ここでやめて、その次にいきたいと思います、はい。ありがとうございました